ダニエル・ポンセデレオンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ラミラダのプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のセントルイスカージナルス所属、ラミラダ高等学校在籍中の2010年、MLB ドラフト24巡目で、タンパベイレーズから指名されたが契約を結ばず、アリゾナ大学に進学し、大学野球に参加した。 アリゾナ大学初年度の2011年に3イニングだけを投げ、翌2012年にサイプレス大学に転校した。2012年は MLB ドラフト38順目シンシナティレッツから指名されたがここでも契約を結ばず、翌2013年にヒューストン大学へ転入した。2013年は MLB ドラフト14順目でシカゴカブスから指名され契約を結んだが、 身体検査で肘の神経に問題があるとされ、ヒューストン大学に戻ることにした。全米大学体育協会は、ヒューストン大学に戻ることはできないと判断し、ポンセデレオンはエンブリーリドル航空大学へ転校した。2014年の MLB ドラフト9巡目でセントルイスカージナルスから指名され、契約を結んだ。契約後の6月20日に、 カージナルス参加の A-9 ステートカレッジ、スパイクスでプロデビュー。この年は A- で12登板し、防御率2.44を記録した。2015年は A 級ピオリアチーフスでシーズン開幕を迎え、13先発、防御率2.47を記録。7月に A 級パームビーチカージナルスに昇格して、7登板、防御率1.49を記録した。 2016年は AQ スプリングフィールドカージナルスでシーズン開幕を迎え27先発防御率3.52を記録した。2017年はトリプル AQ メンフィスレッドバーズでシーズン開幕を迎え6先発防御率2.17を記録した。同シーズン中最後の登板となった5月9日の IO ア,アカブスとの試合中、 ビクター・カラティーニのライナー性の打球がポンセデレオンの頭部に直撃し、頭蓋骨骨折と急性硬膜下血腫を受傷。緊急手術となり、2週間集中治療室で治療を行った。手術から3週間後に退院したが、シーズンの残りは全休となった。2018年のスプリングトレーニングで怪我から復帰し、チームに合流した。シーズン開幕は、 トリプル A 級メンフィスで迎えた。6月11日にメジャー昇格を果たしたものの、当板せずトリプル A 級メンフィスに戻された。7月23日に再びメジャー昇格し、同日のレッツ戦でメジャー初当板、初先発。この試合では7.0回を投げて、無安打、無失点の内容であったが、チームは9回に逆転負けとなり、勝利投手とはならなかった。 ありがとうございます。